花尾義郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。金尾義郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは松下としみさん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。ね、はい、今日天気もいいし、ね、いい感じですね。元気ですね。え、今日も元気ですね。バリバリですよ。バリバリですね、もう絶好調、うん、いや、まあね、まあまあ、うん、絶好調になりましたよね、うん、はいはい、よかった。あの、うん、元気、本当おかげさまでですね、ね、元気になりましたね。よかったよかった。ね、ステージ4のがんも消えていってしまいました。ステージっていうとなんかライブみたいだよね、金さんが言うとね。ね、ステージ。ね。ね、でもね、本当におかげさまでね、うん、もう3回の抗がん剤で消えた。うん、消えましたね。よかったよかった。うん、あのちょっとね、最初はもう全然あの影響なくて。影響っていうか、要するに副作用とかもなくてね、あのすごくねあれだったんだけど、だ回を増すことにやっぱりちょっと出てくるね。あ、だからね、うん、あのずっと本当は3回目4回目とかの方がちょっと体だるかったするの。で今ちょっと本当はだるいね。あ、じゃあ本当はだるい、うん、本当は本当はだるいけど、今日はね、だるいけどスペシャルだね。今日はもうスペシャル、ね、ゲスト松下さんの方からご紹介いただきましょうか。ね、マロ吉さんでいいのかな。はい、はい、どうも、ドドイツのね、酒屋マロ吉でございます。ね、酒井じゃなくて酒屋マロ吉さん。あ、ドラムを叩いてる時は酒井マロという名前で、ね、叩いておりまして。あなた声もいい声してますね。ありがとうございます、ありがとうございます。顔もいいですよ、ね、いやいやいや、もうあのドラマーとしてはね、僕まあ、最初はドラマーとしてご紹介いただいて、そうですよね、あの、はい、夜中でね、そうですね、会いましたよね、はい、それで吉川晃司さんとかね、はい、いろんな、はい、どういう方いらっしゃいますか。そうですね、あの大沢義行さんのバックとかですね、うん、あの山下久美子さんとか、はいはい、あの前はですね山崎雅義くんとか、はいはい、江口洋介なんかも、はい、あの叩いておりましたんで、うん、皆さん熱烈でございます。ね、はい、ね、素晴らしいあのドラマーがね、うん、で今回はですね、うん、あのマロ吉の方で三味線であの、うん、上京あの、独演会を3本ほどやらさせていただいて、はい、その感じで来たんですけれどもね、うん、あのぜひあの加納さんと一緒にドラムを叩きながらですね、うん、あのステージ立ちたいなと思っております。いや、あのね、ぜひね、あのこれこのご縁もね、夜中のあのね、あのね、翔ちゃんね、はい、あのお亡くなりになりましたけども、はい、翔ちゃんのご縁ですよね。そうですね、なんかね、結構仲良くさせていただいて、あ、そうでしたか、でもやっぱこういうご縁があったりとか、あと、はい、ほら僕 の、 あの具合が悪くなったのも、結構 そこら辺からなんですよ。そこら辺から、いや、そこら辺からというかそれ偶然ちょっと僕あのコロナになってしまって、あの時ですよね。そうそうそう、あのでも会場でやらせていただいて、あの時はまだね、よかった、あの後にね。あ、なるほど。で、僕はあのお会いしてからその後フェイスブックでいろいろあのこう投稿されてるのを見ながら、うん、もうなんかもういても立ってもいられなくて、うんうん、でもうどうしても会いたくて、うん、あの前回来た時にですね、としみさんにちょっとお願いして、はい、あの金尾さんに会う機会って作れませんかっていうことをずっと言ってたんですけど、はいはい、今日は本当会えて、嬉しいです。本当にね、と感動しております。すごくね、最初の頃大変、ちょっと大変だったんですけども、うんうん、本当に早くね、あのほとんど入院が外科手術で1週間で、はい、あと抗がん剤の1回目で1週間ぐらいしか入院しなかったんですけども、はい、それでもう3週間4週間ぐらいでがんも いなくなっちゃった、うん、すごいですね、うん、気力というか、いや、っていうのはね、やっぱりね、こう歌ったりとか笑ったりすることっていうのはやっぱり自分で唯一できることなので、はいはい、がん自体は自分の中から生まれてきたものっていうふうに思ってるので、なるほど、そうするとなんか多少辛くても我慢もできるし、自分の中
ね、あるものだから自分自身をちょっと変えていけば、ね、まあこの性格はねなかなか変わりにくいと思う。いや素晴らしいと思いますよ。もうなんかあのね、なんていうかあの薬とかっていうよりも、うん、あの魂で治しちゃったみたいな ね、 そうですね、いや音楽魂で治せる。本当そうですよ、音楽の魂で、ね、素晴らしいと思います。あのやっぱりね、いろんな方々ご心配いただいてね、うん、それあのすごくやっぱりそういう励みになりましたよね今回もね。で今日はね、マロキチさんとして、はい、あのドドイツをね、はい、やられてるっていう方、うん、なんかそれもねそのすごく興味がそれがあるんですが、はい、どういうきっかけでそこに行ったんですかね。きっかけはですね、うん、15年ぐらい前に、うん、僕はあの東京から広島に、もともと広島出身なんですけども、はいはい、広島に戻りまして、はい、でその時にまあ、東京にいるとライブなんかをやる時に、うん、音楽仲間がいっぱいいて、うん、ですぐにライブできたりとかするんですけど、うん、広島帰ってその時はまあ、誰とやろうかメンバーも決まってなかったりとかして、うん、でもミュージシャン帰ってきたんだから何かやってよみたいな感じで、うん、でもドラムだと叩き語りってあんまりないじゃないですか。そうそうそう、ね、メロディーもないし、うん、確かにね、リズムだけになっちゃうから そうですね、それもどうかなと思って何かメロディーがつくものがやりたいと思って、で今住んでるのが福山っていうところなんですけど、はい、その福山のね友の浦っていうところがあるんです。友の浦、はいはい、友の浦っていうのは日本で唯一江戸時代そのまんまの港、江戸時代の風景が残されてる港があって、で その辺を散歩しながら、なんかいいとこないか、はいはい、いいことできないかなと思ってこう歩いてたらね、うん、遊郭跡とかあるんですよ。あね、そのままの、建物が残っていて、うん、で建格子の、窓も残ってたりとかして、うん、まあ、その辺からね芸妓さんがちょっとお兄さん遊んでらっしゃいなみたいな、うん、そういうのもこう、うん、見えてくるような感じの、そういう街並みがあって、で歩いてる時になんか脳内に三味線の音が聞こえてくるようなそういう、うん、風景なんですけど、で三味線いいなと思って、うん、でちょっとそこで目覚めて、で実家の方にうちの母親が宮島の出なんですね、うん、で宮島 の実家の方になんか三味線とかなかったって言ったら、うん、あるわよってで送ってこられて、でそれで練習して、でドドイツというのは僕の父方の祖父がですね、うん、結構な遊び人で、で遊郭とかね、はいはい、そういう花町行って遊んでは、はいはい、そのドドイツをうなってたので、あ、そうでしたか。そうなんです、親戚の飲み寄り集まりの時なんかにね結構お酒が入ると、うん、じゃあドドイツでもうなろうかなとかって言いながら、うん、それでその耳に残ってたので、じゃあもう三味線を弾いてドドイツを歌って、だから母方のね三味線と父方のじいさんが歌ってたドドイツ、まあ、受け継いだ方がいいなっていうところで始めました。あ、そうですか。やっぱりそういうなんか下地があったんですね。そうですね、やっぱ小さい時にじいさん の膝の上でドドイツ聴いてなかったら今やってないと思うんですけど、なんかね歌いたかった。本来ちょっとちょ色っぽいね。そうですね、まあ、女性が歌うのが割と、ね、そうですね、男性がドドイツをやられる方で少ないです、ね、少ないですよね。もう昭和の方ですけど柳家幹松さんっていう方がもう、まあ、名人で、ほうほうほう、それ以来だから赤線禁止法以来ですね、うんうんうん、お座敷が少なくなったんで、はい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 、そこで歌われることがなくなって、どん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 、うん、聞く機会が少なくなっていったんですけど、はいはいはい、美空ひばりさんの車屋さんの中で、ね、うん、ドドイツが入ってたりとか、あ、そうですね、あれがドドイツなんですね。そうなんですね、うんうんうん、人の恋路を邪魔するやつは窓の月さえに暮らしとかね、うん、そういう、ってやつよっだから松下さんのお父さんは、はい、もともとね、うちは浪曲、浪曲師、ああ、いいですよね。そう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 、はい、ちょっとね、うん、そういういろいろありますよね。あります、あります。今日ねだから音源をね持ってきていただいたんだけども、それはまあ現代的なまた別にやられてるバンドの、まあ、また後ほどちょっとバンドのことも紹介させてください。 そうですね、その時に音源かけましょうか。あ、そうですね、うん、
最初にこうちょっと一つ、うん、せっかく今お話、ね、急に僕変えますからね、はい、大丈夫です大丈夫ですいやその方が流れ的にいいかなとか今お話、はい、そうですね、うん、これが三味線なんですけど、こういうのが三味線でございまして、はい、でせっかくですんで、うん、ドドイツという名前がついた由来の、はい、ドドイツ坊千花さんという方が、ドドイツ坊千花、はい、芸人さんなんですけど、はい、これは江戸時代、1830年ぐらいの方で、で、もう江戸の寄せ小屋でね、うん、これをやって、で瞬く間に、はい、日本全国の色町花町にドドイツがさ、はいはい、流行ったっていうね、その方が作ったもうドドイツをやろうと思いますんで、はいはいはい、じゃあ聞いてください。ほっ、諦めましたよ、どう諦めた、諦めきれぬと、諦めた、はあ、こりゃこりゃ、はい。入ってるのはいいね。入ってるのはいいね。何それ。ほら、こうやったぞ。そうなんですよ。これはですね、まあ僕の持ち芸なんですけど、なるほど。ドドイツっていうのは、定型詞で、例えば俳句が五七五、で、和歌短歌って五七五七七の節回しですけども、ドドイツは七七七五なんですね。七七七。全部足しても26文字なので、大体まあ30秒ぐらいで、終わるんですけど、今のタイミングでこうやって終わってもお客さんが終わっ、まだ終わってないんじゃないかって何も言ってくれないんで、はい、はい、って言ったら、まあ、拍手ね、拍手のタイミングがね、それあれはいがいいね、やりますか、俺もやろうかな、いいと思います、いいと思います、ありがとうございます、あの、ガラオマでバーンってなって、はいちょっと俺いいな、はいっていうのやってみたら、強制的にですね、僕の独演会の時は、はいって言ったら、いいよって言わないといけないとかね、なるほどね、そういうのは面白いね、いろんなこう掛け声をね、いいよとかね、マロキチとかね、ゴケ殺しとかね、いろいろね、それはでもね、面白いですね、そうですね、本当ここのとこそういう遊びっていうかね、はい、そういうのも少なくなったし、そうですね、昨日もですね、ライブハウスで、はい、何をやってんだかなと思うんですけど、オペラを歌った後に、うん、お客さんに強制的にスタンディングオベーションやっていただいたりとかしてね、盛り上がりました、ね、そうなんですよ、はい、面白い、ね、いやでもこれおひれりの世界ですよね、そうです ねどちらかというとね、そういう投げ銭というかね、そうです ねおひれり、木戸銭投げ銭、木戸銭ですよね、なんか、うん、今日ね、今日も町田でやられるんだよね、うん、そうです、はい、今日は今日はライブの、うん、予定はちょっと、そうですね、今日はですね、町田の、はい、アーミー、うん、アーミーというマネージャー、マネージャーのちょっとタマちゃん、スペシャルマネージャープロデューサーの、はい、タマちゃん、タマキさん、はい、うん、はい、営業部の方面のプロデューサーの、営業部、マルキシショウトン、営業部、タマキさん、はい、今日はですね、町田のクラフトキッチン&バーっていう、クラフトビールの、まあ、店なんですけど、そこのアーミーっていうところで、はい、アーミー、駅の近くですね、駅のもうすぐ近くですね、小田急線の、まあ、大体何時ぐらいから始めるんですか、ですね、まあ7時ぐらいから始めたいなっていう、なるほど、7時と、まあ、2回やる予定なので、はい、お近くの方は、はいはい、川崎からも近いです、町田のアーミーですね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、ありがとうございます、今回はあれですか、その昨日もその前もやられてたんですか、そうですね、津田沼でやって、昨日は四ツ谷でやって、はい、はい、で今日は町田でっていうことで、なるほどね、はい、
ちょっとあの放送コードに引っかかるようなこともあると思いますけど、それちょっとやってみましょうか。いやいやいや、そうですね。あります、それはまずい。そんなのはないですよ。いや、これライブ、いや、ちょっと色っぽい部分がね、もうあってもいいし、ね、あのギリ大丈夫なものえ、ダメなのってあります？大丈夫でしょ、ドドイツだもん、ドドイツだもん ね、まあ、ね、その大丈夫ですよ、うん、で聞いてもよくわかんないと思う、あの意味が昔のそういう、うん、あのですね、はい、これあの言葉的には大丈夫だと思うんですけども、はいはいはい、あの、これはあの男性は寂しがり屋で、はいはい、女性にね、うん、あの褒められると、うん、どんどん伸びていくというそういう、そういう男はね、博多に多いんですよ。そう、博多っ子ですね。そうなんですね。そういうことからですね、書いた曲、ちょっと一節だけ、はい、オリジナルってことになる、オリジナル曲になるんですけども、はい、タイトルがですね、バイアグラというタイトルでですね、はい、はい、聞いてください、はい、木だけがしょげている、頑張ったのにかわいそうなえのきだけ、元気が出るまで褒めてみよう。えらいね、えらいね、すごいね、すごいね、立派だね、立派だね、大きいね、大きいね、ほらほらえのきだけやる気になって伸びてきた、シュラシュラシュシュシュってこういう感じです、はい、これギリですね、これギリ、多分他の曲はですね、今曲というのがあったりとかですね、はい、あのふんずり数え歌っていうのがあったりとかですね、そのあたりは多分アウトになると思うんで、なるほど、今のバイアグラ、まあ、生ライブで、そうですね、ライブで聴きに来ていただいて、はい、オリジナルですよ、オリジナルなんだね、オリジナル、今のはオリジナルです、ね、そうなんですか、はい、いいじゃないですか、これいいね、あとあの僕ちょっと外人さんにもアピールしたくて、マイケル・ジャクソンもですね、あの三味線でやったりとかするんですけども、そうなの、はい、面白いよね、それはあのもし時間があったらあのやらさせていただいてもよろしいですか、ぜひぜひぜひ、いいですか、マイケル・ジャクソン、マイケル・ジャクソンでございます、ちょっとごめんなさい、ね、あのこれ調子がですね、うん、結構ね温度差とかもあるので、そうなんですね、あのチューニングがなかなかね、三味線絹糸でできてるので、なるほど、あの温度差とか湿度にすごい弱いんですけど、はい、まあでもそれにめげずにちょっとやりたいと思いますので、はい、聞いてください、マイケル・ジャクソンのお化けという曲をやりますので、はい、はっよっ、Something evil's looking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but the terror takes the sound before you make it. You start to freeze as horror looks you right between the eyes.You're paralyzed, cause this is thriller, a thriller night, and no one gonna save you from the beast about to strike. You know it's thriller, hee-hee, a thriller night. You're fighting for your life inside a killer thriller tonight. Ha, korea, korea.Thank you.
次だね、はい、これはお化けというねタイトルにして、なるほどね、はい、こういうのやると、うん、あの外人さんもね、なんかあのドドイツに馴染みが深くなるんじゃないかな、馴染みやすくなるんじゃないかなと思います。ドドイツバージョン、はい、スリラーの ね、原型をとどめてませんけども、そうそう、最初は何の曲かなとか思っちゃうけども、こう聞いてるとね、はい、なんだスリラーじゃない、はい、面白いね、こういう発想が面白い、だからこれは面白いですね、うん、楽しいライブですよ、うん、だからそういう話をね、はい、まあたまちゃんの方からもいろいろ聞いてて、うんうん、あ、面白い方がねいらっしゃるなとか思って、でもそのドラマーとしての、はい、あれもやられててね、そうですね、うん、大沢良幸さんとかは、はい、あれですか、ツアーとかで、そうですね、もう今ツアー回ってるんですけども、うん、大沢さん、もう昭和ですね、だから、上京してすぐぐらいの時にお会いして、うんうん、でもう大ファンなんですみたいな感じで、で、うん、それでこう僕は音楽活動をしてたんですけども、まさか一緒にできるとは思わなかったんですけど、うんうん、縁がありまして、でちょっとじゃあ手伝ってよみたいな感じで、はい、それで、でも もともとは吉川晃司さんと同級生、そうなんです、中1のもう同じクラスで、ええ、で中1の時から の同級生なんですけども、水球も一緒にやってまして、水球俺なんか、はい、フェイスブックで見たけどすごいね、はい、いやもうね、それはだからやってたのは18歳までなんですけど、うん、そっから今僕58歳なんですけど、うん、40年間水球やってなかったんですよ、はい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 、それでこの間 の映像見たけど、すごい、うん、あれ吉川さんと一緒にやってたの、やってました、すごいですね、はい、っていうか吉川が、うん、言い出しっぺですね、あ、やろうって、はい、なんでもうちょっとメンバーで集まろうよっていう感じで、でやってみたんですけども、やっぱりこうそれまで結構体を作り込んでいくんですよ、でね、こう泳ぎ込んだりとか、立ち泳ぎの練習をしたりとか、パスをやったりとか、全部、うん、なんとなくいけるんじゃないかなっていうぐらいまでトレーニングをするんですけど、うん、水球って立ち泳ぎとか、うん、パスとかも全部一緒にするんですよ、ね、同時にしないといけないんで、すごい体力使うでしょ、そうするとね、今のこの体にはですね、うん、かなり負荷がかかってね、僕運動してて初めて命の危険を感じました、いやそうでしょうね、いやでもね、すごい普通にやられてたけど、うん、さっき見せてもらったけど、はい、吉川さんはすごかったんだね、今でもすごいね、すごいですね、スピード もう肩がもうシュートとかね、うん、ちょっとごめんなさいね、電話ちゃんと電話に乗りましたよ、水球は俺もすごいだって4メートルがあるんでしょ、深さが、飛び込みの、うん、プールが、うん、で練習したんですけど、飛び込みのプールって深いじゃないですか、5メートルぐらいあるんですけども、そこで、やったから、まあ普段水球っていうのはもう大体2メートル以上のプールでやるんで、絶対足はつかないんですけど、でずっと立ち泳ぎで、はい、それはすごいなと思って、あれはすごい、何分なんですか試合時間って、大体1時間ぐらいやってますね、やる4クォーターって、まあ、10分やって休んで10分やって休んでみたいな感じで、うん、やるんですけど、すごい、まあしんどいですね、1回10分ぐらいやった時にもう、うん、気絶しそうになりましたもんね、それはねすごいと思うね、はあ、でも水球やりながら夜はドドイツやろ、そうですね、この間そうでしたねで、その間にですね、加納さん聞いてください、水球やりました、はい、ドドイツやりました、うん、昨日の昼は、うん、ハードロックのドラムのリハーサル行ってました、すごいねすごいなフル活用だね、もうね、まあとりあえずできることは何でもということで、いやもうやっぱりね、その体力っていうかね、うん、やっぱ音楽ってどうしてもそういうのは必要になるんですね、でも気力も大事、はい、気力とね、体力がないとダメって、もうつくづくね今回は、ちょっと、例えばもう血液が僕は貧血状態だったので、はい、緊急に、はい、輸血をして、うん、まあ手術したりしたんだけど、うんうん、
運動ができないわけですよ。ああそうですね。やりたいんだけども、うん、辛くて、うんうん、だからその運動しもうその間にどういう風なストレッチをしてとか、はいはい、あのしすぎることもできないし、うん、だからそう自分なりにいろいろね工夫してなんか呼吸法とか、そうですね、お腹切ってるわけだから、はい、腹筋が全然使えないから、うんうんうん、でも青とか言ってるわけじゃないですか。そうですよね。もうオープニングの迫力にちょっと僕圧倒されてしまったいやでもねそれがないとね、うんうん、聞いてる人がね物足りないんですよ、うん、あそうですよね、うん、九州弁でね、うん、オラブって言うんですけど、あオラビますね、はいはい、叫ぶことをね、ええええ、で金さんオラビがちょっと最近弱いんじゃないのとかシャーシーとか思うけどシャーシー懐かしいですね、ということでね、マロさんいろいろね、素晴らしい方でね、いろいろ今水球の話とかも聞きましたけども、うんうん、個人でやられてる今のその自分のバンドっていうのは、はい、はい、ありがとうございます。広島、うん、岡山のあのメンバーでですね、はい、作ったマリマリというバンドがあるんですけれども、マリマリ、はい、はい、メンバー構成がですね、まあ、私がドラムを叩いてリーダーなんですけど、はいはい、あとベース、うん、ピアノとかキーボード、うん、で、バイオリンとボーカル、うん、でバイオリン、あボーカルがバイオリンを弾きながら、はいはいはい、歌うんですけど、うん、女性の方、そうですそうです。でジャンル的にはですね、うん、いろいろ僕もどういうふうに言ったらいいのかなっていう、やりたいこと全部詰め込んでるんで、うん、ジャファンカダンジョンっていうねジャンルらしいんですね。何何聞いたことないでしょ、ね、知らん、ジャファンカダンジョンって、ね、いやそうそう、ね、うん、スナーキーパピーっていうアメリカ の音楽集団がいて、何でもやりたいで、それで、はいはい、ジャズファンク、うん、ダンス、うん、フュージョン、全部ジャパンカダンジョンっていうね、ジャパンカダンジョン、だからファンクの要素があったりとか、うん、なんかダンスミュージックの要素があったりとか、ロックがあったりジャズがあったりっていう、そういう感じで、そうなんですか。でもほとんどもともとはなんかプログレみたいな感じで、プログレジャズバンドなイメージだったんですけど、うん、どんどんやっぱポップになっていって、うん、でこっちの方がウケるよねみたいな感じになって、いろいろ詰め込んだやつをもう今日も音源持ってきておりますんで、じゃあね、はい、その音源をね今日は今からねちょっとご紹介いただきましょうか。はい、じゃあ、紹介してよろしいでしょうか。はい、はいはい、マリマリで、マカマカキャッスル。はい、これは本当にあった世にも摩訶不思議なお城の話、信じるか信じないかはあなた次第。
ちょっとCD じゃなくてちょっとね今日は音源で、はいはい、マイクで拾ってちょっと今聞いていただいてますが、はいはい、だから間に普通だと人の悪口とか言うんだけど、うん、これ誰か言い始めたらまずいなとか思うと俺人の悪口は言いませんよ。本当言いませんよ。大体言うんだよ。それ音源聞いてる時カフス下げて普通こう何度も喋れるからこれそまずいなこれ言いそうになった言いそうになったやばいこれマイクで拾ってるからとか思っていやいやいや本当ですよ、配信の時もね、まあまあまあ、気をつけないと、うん、お便りいきましょうか、ね、お便りね、はい、米子のともちゃんからいただいてますよ、はい、はい、米子の、はい、米子のともちゃんね、はい、毎回楽しい番組ありがとうございます、はい、今週のゲストは坂井麻呂さん、はい、先日の呉の山本恭司さんのライブで、うん、華麗な花本さばきを聞かせていただきました。そうですね、恭司さん、はい、恭司さんの時にね、恭司さんもおなじみになりましたね、この番組もね。そうですね、まあ、ね、はい、毎年、はい、米子での、ドドイツライブも毎回のように楽しませていただいております。ありがとうございます。そうですね、放送コードギリギリの生放送も生演奏も楽しみです。よろしくお願いします。ギリギリアウトなんですけどね。ギリギリセーフじゃない今日は、ね、いやいやいや、大丈夫でした。いやこの間本当にクレでね、山本恭司さんのライブ行った時に僕何にも知らなくて、うん、でそれでえマルコン来てるんだったら出てよとかっていう話になって、あ、そうなんだね。でそれで打ち合わせも何もしないで、あ、ついてきてくれればいいからって始まっちゃってる。あーねー、それは楽しいね、やっぱね、山本恭司さんってその何だろう、その人柄がね、はい、すごくやっぱりいいっていうかね。そうですね、うん、だからやっぱりね、僕も僕の方が一個ぐらい上なんだけど。あ、そうなんですか。うん、まあデビューがほら向こう早いから、はいはいはい、兄さん兄さんって言わなきゃいけないんだからこの世界でもね、なんかね、やっぱりこういつも包み込まれるようなね。そうですね、優しいよね、うんうん、ああいう性格になったらよかったの俺、うん、だからカリ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 バケツのカニみたいな僕性格だからね。いやもうでもね、本当メリハリがついていいですね、そっちの方がね。メリハリがね、はい、もう一方ね、はい、行きましょうか、これはですね、カナオさん、トシミさん、鈴木さん、そして本日のゲスト、坂井屋様、はい、こんにちは、坂井屋、坂井屋です、坂井屋だよね、坂井屋、坂井屋、入院中3週間ベッドの、ベッドにて病院ランチを食べながら放送を聞かせていただきましたが、はい、本日はなんとか退院でき
自宅でゆっくり聞いてます。おめでとうございます。おめでとうございます。あのね、やっぱ長かった、やっぱりあの癌でね、入院されててね、あの検査で入院された方やっぱりいらっしゃる、やっぱりたくさんね、世の中いらっしゃいますんでね、よかったです、本当ね。本当によかった。毎回メール読んでいただき、とても嬉しく励みにもなりました。カナオさんの頭部転移も早期発見なので、本当に良かったと思います。しっかり守られています。そう、頭部転移ね。一度がんを患うと何年も定期検診をしなくてはいけませんが、早期発見ができるので大変でも検診はしっかりとしておきたいものです。そうですね。そうですよね。チェックしないとね。早いとね、やっぱりね、対処の仕方もまた変わってくるの で、 そうです、ね、で僕自分で健康診断とかもしたことほとんどないから、なかったから、もう今年になるまで、はい、うん、血液も測ったの、測るっておかしい、検査ね、検査血液検査しなかったから、ね、まあ何事もないと ね、うん、そうですね、なかなかできないです。来ちゃったので、もうがんが大きかったのよ、10センチとか15センチだったのよ。そんな、そこまで育ってたんだね。育つ、だからそのちっちゃいのが見つかったぐらい、ね、この間、偶然見つかって、それは頭だったんだけど、聞いた時ちょっとドキッとしたんだけども、やっぱそれ早期だからね、早期の場合はもうあの早めに処置ができて、だいたいね、外科手術とがんの場合は、あとその要するに、外科手術、抗がん剤と、はい、あと放射線とかね、いう感じの治療の、ね、も仕方なんですけど、ね、そうだね、まあ、で結局その頭早期だから放射線を、まあ、来週ぐらいからね、ちょっと取り掛かるんだけども、そうすると全部するってことしたっていうことになりますね、今回ね、セットで、そうですね、田中城セット、フルコース、フルコースフルコースコースですね、がんこう、あのね、治療フルコースになりましたね、うんうん、でもいいじゃないですか、治ったからね、それで、ね、本当にね、あの、嬉しいですよね、もう、本当なんか前会った時よりもね、おがんちゃんとこの間会ったんだけど、うん、おがんちゃん来てくれた、前よりもね、このラジオで、ええ、可愛いのいいじゃないですかとか言って、そうですね、僕もだから今回あのお会いしてすごい、うん、すごくね、嬉しいのと、あ、あの安心もしました。もうあのやっぱりね、こう弱った感じっていうか、はいはいはい、あの目の光がね、うん、あのちょっとこう、うん、あの薄くなったりっていうのはあるけど、うん、今日お会いしたらもう、うん、あのエネルギーの塊ですからね、もう本当に田中さんは、まあ、から元気もありますけど、いやいやでもね、本当素晴らしいと思います、ね、元気出してね、はい、清水さんもね、本当に退院おめでとうございます、おめでとうございます、ね、よかったね、本当にリクエストはお任せします、うん、あのゆっくりね、あの、うん、体のバランスとって、はい、で頑張っていただきたいと思います。またあのライブでお会いしましょう、はい、ね、ありがとうございました、バランス大事ですね、はい、皆様ね、体調に気をつけて、皆様との再会できることを楽しみにしてます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ね、ということでね、はい、今日はそのマリマリのね、はい、ライブスケジュールとかそういうことって、ま、あります、ういう、あります、あります、ございます、はいはい、10月の13日にですね、うんうん、あの福山のケーブルというライブハウスで、うん、ライブをやるんですけれども、うん、あのなんと初めてなんですけど、うん、生配信いたしますんで、これはマリマリのホームページとかもありますんで、あの大文字でマリマリで、うん、検索していただけると出てくると思うんですけれども、なるほどね、はい、あとはですね、坂井マロのですね、うん、Facebook 投稿とかにあのこれでもかというほど宣伝しておりますんで、マリマリね、はい、マリマリの、動画、配信ですね、うん、してあのチェックしていただければと思います、うん、はい、それはそのマロさんのスケジュールとはもう まるで別個の感じになるわけですか、そのライブは。あ、僕の、もう三本柱というか坂谷マロ吉をやって、うん、で、あの、お、あの、まあ、大沢さんとかの、あのバックバンドをやったりとかして、はいはい、でマリマリはもうあの、ね、別個というかもうバンドとして、バンドとして、はい、やっておりますんで。ね、先ほど聞いていただいたみたいにこうなんかみんな好き勝手なことをやってますんで、いやでもあのあれですね、もう直いよね、直いってことないか、
そうですよ。いや、直井って久しぶりに聞いた。なんで普通じゃないか。久しぶりに聞いた。直井でしょ。直井よね。じゃあ、ドドイツ。ドドイツの後に聞いたらやっぱ直井じゃないね。そうですね。だからもう、振り幅すごいでしょ。振り幅がね。三味線からいきなりファンクみたいな。ファンクみたいな。はい、そう、直井ってあんまり言わないのか。いやいやいや、久しぶりに聞きましたね。まあ、びっくりしました。ということでね、自然にお使いになって自然に出ましたね。ということで、宣伝ちょっと私たちの宣伝させていただきます。これで、いつ、明後日ね、明後日ですね、10月1日はい、これはね、カナヲ商店投げ銭ライブですね。横浜のね、シルバーバックです。シルバーバックっていうね、はい、とこで、ピザとかね、そういう食べ物も美味しいところですね。ステーキハウスですよね。ステーキハウスね、もともとね、はい、カナヲ商店といえば、カナヲ四郎店主で番頭は渡辺武、はい、売り子松下利美ということになりますが、この日はね、松下利美さんのバースデーイブ、イブライブということで、リズム隊のね、松尾敦くんドラムで、あと、赤井浩次郎ベースですね、それも入って、みんなで楽しく、そう、楽しくやりましょうっていうことでね、お願いします、うん、横浜館内シルバーバックですね。これは、待ちしてます、17時半オープンですね、18時半スタートということでね、シルバーバック日曜日だからね、ちょっとだけ早めです、気楽に来ていただきたいと思います。はい、それとね、これ来月ちょっとごめんなさいね、お時間をいただいて、これね、マロさんのライブを見たパラダイス、はい、パラダイム、高知のパラダイムですね、高知パラダイム、はい、ここでね、私たちもやります。はい、菊田俊介ソロツアーに、菊田俊介さんのソロツアーにゲストとしてね、四国ツアーをやるんで、で、カナヲさんもぜひ、ね、生まれて初めて行きますよ、高知はいいとこですよね、本当に、前回行って、本当に、で、菊田俊介さんもですね、ちょこちょこ会ったりとかするんですけど、あ、本当ですか、これ10月23日ですね、ぜひね、今日来てるたまちゃんもね、あれですよね、ご協力いただき、ご協力いただいて、これ一応、日本リトアニア交流センター、これ、協賛になってますけどもですね、よろしくこちらもお願いします。ね、で、僕もね、そろそろね、売り物がなくなったんで、売り物ですか？ CD をね、レコーディングします。ああ、もう、これね、ぜひぜひ。これはね、たまきさんのアイデアで。それで、アレンジとかプロデュース的なことはね、菊田俊介君に、はいはいはい、それでいろいろね、ちょっと今構想練ってます。それでいろいろお手伝いをね、この曲はマラさんにもお願いするかもしれない。だからもういろんなね、出会いね、僕ももういつになるかわからないので、楽しみ、ラストワルツになるかもしれない。ラストワルツ、でもちょっとこのマリマリでですね、ちょっとできたらいいなって思ってる夢がありまして、うちのバンド、先ほどメンバー構成言いましたけど、ギターがいないんですよ。ギターレスのバンドなんで、であとコーラスもいないんですね。で、ぜひ何かの機会があったらライブとかで、カナヲさん、としみさんのバックで、ドラム、ベース、キーボードおりますんで、あとバイオリンもおりますんで。それはちょうどいいんだけど、ちょっと直すぎない？大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。うちのバンド曲何でも合わせれますんで、はい。ちょっといい感じに直く、したいと思います。いい感じね、直く、なるかな。楽しいよね。なると思います。はい。もう、夢ですから。13日ほら、ジドレも入る。あ、そっか。それはいつ？ね、10月13日のその配信ライブの時に、リトアニアからジドレー、ジドレーさん、一回ブルームードと一緒にブースカンパニーとお越しいただいてね、素晴らしいね、彼女もね、そうですね、素晴らしいですね。だ、今回のその10月の13日のライブっていうのは、ツインバイオリンになるんですよ。あ、本当だね、バイオリン2本で、だからこうね、ちょっと旋律をメロディーをハモらしたりとかね、そういうのでちょっと今面白い作業してるところです。楽しそうね。それはだって広島だっけ。そうですね、広島、福山、福山ね、はい、福山、広島じゃなくて福山、はい、福山市、福山市、なんていう場所ですか、それは。福山市、
あのライブハウスは、ライブハウスは、ケーブルというライブハウスですね。はい、ケーブルね、配信はね私たちも見られるよね、はい、そうだね、うん、自撮りは楽しみだね、よろしくお伝えください。わかりました、ね、自撮りさん、ね、伝えておきます。お世話になりました、今日ねちょっとね初めてだけど、サムセンと一緒に、ね、どんな話あの、ナオミカナダシロがあの、また、マリマリの話からマロキチに戻りますんで、今度レトロな感じになりますけどね。ナオミからいきなり、マロキちゃんとね、あのね、それでどういう風になるかね、すごい楽しみだと、うん、いや、そうそう、今日初めてね、お会いしましたけど、この、あの、サムセンとね、一緒に、うん、じゃあ、あの、これは夜名古のね、翔ちゃんですね、翔ちゃんがね、好きだった曲なので、はい、あのぜひこれをね一緒にやりましょうか、ご縁があってね、ダイナマイト、ダイナマイト、ワン、ツー、スリー、ボン。行き場所のない男の住みか、浮いた話は数あるけど夢を見ましょう、リバーサイド、人よ神の切ない恋に、ダウンタウン、あたりのネオンが揺れる。
はい、ありがとう。ごめんなさい、無理やりやらせてみるみたいな感じで。なんか、ゲゲゲの鬼太郎みたいな。そうですね、そんな感じになりますよね。なんか怪しいブレーンの中に立ってる。これなんかこう、楽器が一つ入っただけで雰囲気が変わっちゃうもんですよね。普通にもなって、普通になんか、なんかいい感じでしたよ。でもね、俺もなんかこう入り込めるもんなんかね、夜中の街並みが浮かんできた。夜中ですからね、なんか、怪しげなタコ八が浮かんできたね。水木しげるロードあたりで聞きたい曲ですね。面白い、面白い。これいかがでしたでしょうかね、皆さん。次回これ夜中でやらせてもらったから、少女バージョン。あそこね、あの浜屋のお店がなんかそうですね、あ、やろうか二人で。下駄でカランコロンしながらいい感じです。いいと思います、ね、ということでね、カノンシルダイナマイトをお届けしましたけどですね、はい、面白かったですよ。面白かった ね、皆さん多分おそらくね、ということでお便りはもう、お便りもね、今日は、ね、よろしいですか。多分ね、はい、あのアトランタのあの方寝てるんじゃないかな、飲んで。アトランタ、アトランタの方もね、この時間もう向こうは夜になるんですけども、はい、あの聞いてくださって、ね、ああそうですか、そうなんですよ、ね、あの空手のね、おおすごい、そうそう、師範ですね、空手の USA の大山空手チーム、結構僕あの最高師範の歌を詩をに曲つけたりもしてるんで、そういう楽とかが多いですね。今日ですね、あのもう一曲マリマリの曲持ってきたんですけど、ぜひぜひぜひ薄く流してても大丈夫ですか。しましょう、しましょう、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、いえいえ、ぜひね、それマリマリのね、ナウイマリマリ。実は この曲はですね、睡眠をテーマにした曲なので、あのもうあの寝ちゃう感じなんで流しておきます。軍内という曲なのでね、はい、ちょっとじゃあ、あの、はい、流しながらですね、それを言いながらね、おしゃべりをお別れしましょうかね、はい、これをグッドナイトね。でも本当にあの、バンドの話とか、あの三味線の話とかいろいろさせてもらってありがとうございました。いえ、まあ、あのね、あの段取りがね、もういつもガサ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 してるからごめんね。いやいや、でももう言ったりしたいんだけどもなんかでもあれですよね、あのこのまんまこうなんかあのご飯食べたり飲んだりとかでしながらっていうね、緊張感がないよね。カノンさんの人柄ですよ、本当に嬉しいです。やっぱりこうそのままこう本番に入るっていうね、打ち合わせもなんかあんまりねせずにね入ってしまうんですけど、打ち合わせはね多少するんだけど変わっちゃうの、本番中にね、そうそうそう、段取りを、ね、セッション感覚ですね。そうなんですよね。それがね、なんかね、だから失敗とかもいっぱいあるんですよね。それが面白いみたいですよ。でもなんかあのあれですね、マロさんの声ってラジオ向きですね。そうですか。あの声がいい、ね、ものすごくいい声してらっしゃいます。通ります。いや、でもナレーションとかあの声優さんとかね。そうそうそう。うん、いやもういろいろ結構そういうのもあ。なんかいやいや、そういうのはやったことないんですけど、今マロ吉で歌ってる時に、あの発声法が、ドドイツってあの昔のものだから、あの声通らさなきゃいけなくて、であのわざとダミ声にする感じってわかります？あの、あの落語の師匠とかを歌う時とかも、はいはいはい、あーじゃなくて、みたいな、あの、はいはいはい、ちょっと喉閉める感じ、それをあのやってるとちょっとこう太くね、太くなるというか、なるほどね、最初苦しくてもうあの、その声出すたびに咳込んでたんですけど、だいぶ慣れてきました。なるほどね、通りますよね。そうそう、声が通るよね、ね、この続きはぜひ今夜。そうですね、そうですね、あ、そうです、ね、今夜あの町田のね、お楽しみアーミーですね、アーミーね、おそらくね、はい、聞いたことない人多いと思うの今ドドイツね、だからぜひ、ね、はい、そう、濃い夜になるよ、濃いね、そうですね、もうね楽しいんです。私はね経験してますから、はい、高知で、なるほどね、楽しかったということでね、あっという間の1時間でしたけどもね、今日はあの、マロさんありがとうございました。ありがとうございました。酒屋マロさんですね、酒屋マロ吉、マロ吉さんですね、あとあの酒井マロでございます、酒井マロさんですね、お相手ははい、松下俊美と加納吉郎でございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。思い出
が流れる春に罠の花が辺りを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ後ろ姿優しいあの人は今はない